クロスカントリースキーとトレイルランニングって共通する部分がたくさんあって、ストック持って腕とか、あと腹筋、やれば分かるけど腹筋をすごい使う。で足もやっぱり内転筋中心に、こう走る筋肉、同じところを結構使うんだよね。ここ数年そのトレイルランニングのトレーニングとしてクロスカントリースキーを行ってます。まあ負荷の高さで言ったら冬のクロスカントリースキーはめちゃくちゃ高いと思う。短時間に高負荷がクロスカントリースキー、長時間で、まあ、低負荷、これが僕がやっているウルトラディスタンスのトレイルランニング、だと思います。トレイルランニングはこう一歩出したらその一歩だけの距離なんですけど、クロスカントリースキーは一歩出したところでは上りでもちょっとでもこうやっぱり滑らせることができるんですよね。一歩プラスアルファがあって、なんかこのボーナスもらったみたいな形でちょっとより遠くに行ける一歩で、その感覚はもうたまらないんですよね。でも冬の方が過酷だと思うんですよ、やっぱり環境って。やっぱこうすごい吹雪の時とかも滑るわけですよ、顔も痛くてなんですけども、それでもやっぱり続けることっていうのは、まあ夏のトレイルランニングで嵐が来て雨に当たって、だけど夜中ずっとここの坂を登らなきゃいけない、やっぱ冬あんだけ寒い思いしてクリアできたから、まあ、ここはそんな寒くねえよなって思えたり、スキーでこうずっと滑る動作をしている中で、ちょっと夕方に20分とかスキーが終わった後に走ると、またそれはランニングがすごくこう気持ちよく感じるんですよ、まあ、その瞬間も大好きです。まあ、登りはすごい苦しいです。めちゃくちゃ苦しくて全身が本当に疲労とか乳酸でもう溢れるんだけど、でもやっぱりこう白い景色の中ですごく周りは静かなんだけど、自分の呼吸だけハハハしてて、薄日が差してる時とかもすごく好きですね。その時だけちょっとこう暖かくなるんですよ、一瞬。もう最高の瞬間です。やめられないです。